はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけれども、借地権の譲渡、転貸について解説いたします。まず、借地権っていうのは、地上権と、あとは土地の賃借権、まあ、2つあるわけですよね。建物を所有する目的の地上権と、建物を所有する目的の土地の賃借権、2つあります。なので、ちょっと2つに分けて解説いたします。まず分かりやすいのが地上権の場合です。地上権については、もう地主の承諾なく譲渡することができるんですね。まあ、細かいことを言えば、地上権っていうのは所有権と同じ物件なんですね。なので、まあ、承諾なく行えると。地主の承諾は必要ないですよ。地上権者、地上権を有する人が自分の意思で第三者に譲渡することができるよ。売却することができるよっていう話です。まあ、つまり、A さんが地主で所有権持ってました。で、B さんが地上権を持ってました。といった場合、B さんは A さんの承諾なく地上権を C さんに譲渡することができるよ。という話です。で、地上権については転貸というものはありません。もう譲渡だけですね。転貸というのは借りた場合の話なんです。貸し借りの話なので、貸し借りについては土地の賃借権の方なので、地上権については譲渡だけですね。で、続いて、土地の賃借権ですね。土地の賃借権は AB 間で土地の賃貸借契約を結んだ。建物を所有する目的で土地の賃貸借契約を結んだといった場合です。この場合 B さんは土地の賃借権を持ちます。この土地の賃借権を第三者 C さんに譲渡したり、またまた貸ししたりする場合、この場合は地主 A さんの承諾が必要となってきます。で、まあ、こちらについては、債権なんですね。こっちは物件でこっちは債権という違いがあるから、まあ、このような違いが出てくるんですけども、ちょっとこれ難しい内容なので、まあ、ここまでは、まあ、とりあえず理解できなくても大丈夫です。まず重要なのは、地上権は地主の承諾なく譲渡をすることができるよ。土地の賃借権の場合は、譲渡したり転貸したりする場合は、地主の承諾が必要なんだよ。というところをまず頭に入れておきましょう。で、もしですね、地主である A さんが、地主 A さんに不利になる恐れがないにもかかわらず、この承諾をしてくれないと。そういった場合もあるんですよね。まあ、普通の人に譲渡するのであれば、全然問題ないじゃないですか。不利にならないですよね。まあ、例えば、産廃業者に借地権を譲渡して、で、この産廃業者が、この借りた土地の上に、産業廃棄物どんどん置いていくってなってくると、ちょっとその場合は A さん不利ですよね。まあ、そういったことがない人に、まあ、譲渡する、転貸するといった場合、まあ、別に地主に不利になる恐れって基本はないわけですよ。で、ないにもかかわらず地主が承諾しないよといった場合、この場合、借地権者 B さんは裁判所に A さんの代わりに承諾してくださいと申し立てをすることができるんですね。で、裁判所が内容を見て地主に、不利になる恐れがないなというのであれば、A さん、地主の承諾に代わる許可を出すんですね。裁判所が代わりに許可をしてくれます。そうすれば、譲渡転貸することはできますよ、という話なんですね。で、続いて、この建物に抵当権が設定されていて、で、建物が第三者、まあ、例えば C さんにしましょうか。C さんが凶落をしたと、まあ、競り落とした、といった状況です。この場合、建物を競り落とすと、この借地権も一緒に C さんに渡るっていう話になるんですけれども、この場合も原則、地主の承諾必要なんですよ。で、この場合も地主に不利になる恐れがないにもかかわらず、承諾しないといった場合ってやっぱあるんですよね。で、その場合どうするんですかというと、この場合は C さんが裁判所に対して申し立てをすることができます。地主の承諾の代わりに裁判所さん、許可出してくださいっていうふうに申し立てをすることができます。で、これについては、凶落人が代金を支払った後、2ヶ月以内に裁判所に申し立てをしなければいけないんですね。2ヶ月過ぎちゃうと、この申し立てできなくなるので、この点注意をしておきましょう。内容的にはもう同じなんですけれども、期限がついてくるよという話です。で、最後ですね。借地上の建物、これです。これを第三者に賃貸する場合、この場合については地主の承諾はいりません。この建物を貸すといった場合ですね。この場合っていうのは地主の承諾はいりませんので、この点も合わせて頭に入れておきましょう。
建物を譲渡するってなってくると、もうそれと同時に借地権も譲渡するっていう形になるので、その場合は承諾必要になってくるんですけども、賃貸をする、貸すというのであれば、この場合は地主の承諾はいりませんので、まあ、この点も合わせて頭に入れておくといいと思います。で、今回の内容は出題されやすい部分なので、ぜひですね、頭に入れていただければと思います。もう全ての内容重要なので、まあ、何回か動画を見ていただいて、ぜひ頭に入れてください。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。